ジャイアンツの先発はルーキーの赤星、デビュー戦でした。1回の表、岡林センターオーバーのツーベースヒット。ただ赤星はピンチを背負いますが、鵜飼、ビシエド連続三振、無失点で切り抜けます。一方、怪我で出遅れた坂本、キャプテンが戻ってきました。いきなり第1打席、先制のタイムリーツーベース。ガッツポーズと笑顔も見られました。打線に勢いが出て、4番の岡本、柳から今シーズン初ホームラン。そして続く5番の中田、2者連続。中田も今シーズンの第1号、これで4対0とリードを広げます。3回の表ツーアウト、岡林、これはファースト中田がファインプレー、赤星を救います。今日は一軍に戻ってきた坂本、自身の開幕戦でもありましたが、レフト前ヒット、いきなりの猛打賞です。4点リードで迎えた5回でした。ドラゴンズの反撃なるかというところ、阿部バックスクリーンへの今シーズン第1号、これで4対1。ランナー二塁一塁、ピンチを背負いますが赤星、追加点を与えません。木下拓也をショートゴロ。今日の赤星は6回1失点という好投、デビュー戦で勝ち投手の権利を手にします。3点リードのジャイアンツ、坂本は結局今日は4安打、この4安打を打ったところでベンチに下がります。さらに追加点が欲しいジャイアンツは7回、岡本センター前のタイムリー、これでまた4点のリードとします。8回ドラゴンズの反撃です。ランナー二塁一塁で3番に入っているスタメン出場の鵜飼、高梨からフェンス直撃のタイムリーツーベース、これがプロ初打点となりました。これで3点差、追いかけるドラゴンズ、マウンドは桑原、ランナー三塁二塁で8回ビシエド、サードゴロの間に三塁ランナー帰って1点を返して、これで2点差。9回です、ランナー一塁、マウンド上デラロサ、石川、ショート広岡エラーになりました。なおも9回、2点差、この大島満塁から同点となる2点タイムリー、ついに追いつきました。なおも一気に逆転を狙ったドラゴンズ、ただここは空振り三振、9回です。延長に入ります。10回の表、ツーアウトながら満塁、溝脇、これが決勝の2点勝ち越しタイムリー。ついに今日の試合初めてドラゴンズがリードを奪います。2点リード。10回の裏、ライデル・マルチネス守護神、この2点のリードをしっかりと守りまして、ドラゴンズ立浪新監督就任1年目、今シーズン初勝利を手にしました。